ファームボットはオープンソースに基づく精密農業を目的とした CNC 農耕プロジェクトである。ファームボットは農業用ロボットソフトウェア、農業用のデータライブラリーを含むドキュメントから構成されている。このプロジェクトの目的は食物を栽培する人すべてを助け、あらゆる人が食物を栽培する際に役に立つオープンで アクセスが容易な技術を創造することである。ファームボットはオープンソースプロジェクトであるため、ユーザーが自身の手によってハードウェア、ソフトウェア、ドキュメントの変更や追加を行うことができる。ファームボットの考案者、リック・カーリーのとローリー・アロンソンがイリノイ州シカゴでファームボットを設置しているところファームボットプロジェクトがスタートしたのは、 アメリカ人のローリー・アロンソンが2011年にカリフォルニアポリテクニック州立大学で機械工学を研究している時であった。有機農業の選択科目を専攻していたアロンソンは除草剤や肉体労働を必要とせずにマシンビジョンを用いて雑草を検出、除去するトラクターについて学んだが、そのトラクターの費用は100万ドル以上であった。2013年9月、 アロンソンはプロジェクトの目標を解説した次のような白書を発表した。誰もが農業用機械を組み立てて操作できるようにするために無料でありオープンソースに基づくハードウェア設計、ソフトウェア、データ、ドキュメントを作成していくコミュニティを構築する。このプロジェクトは2050年までに 世界人口が70から90億人に増加した際に必要となる食料の60%分の増産に対応するプロジェクトである。またこの精密農業によって作物の栽培に必要な水の使用量、エネルギー、輸送、石油化学製品、時間を減らすことでき、農業の結果生じる環境への悪影響を軽減することができる。二千十四年三月。 シャトルワース財団からの助成金によって資金供給を受け、アロンソンはフルタイムでプロジェクトに取り組み始めた。ファームウェア開発者、ティム・エバーズとソフトウェア開発者、リック・カーリーのは後に主要な開発者としてこのプロジェクトに参加し、プロジェクトの開発を支援するために、オープンソースコミュニティのファームバット CC が創設された。2014年3月、 ローリー・アロンソンは、ハードウェアキットとソフトウェアサービスを提供し、オープンソースコミュニティを維持する、資金源としての役割を担う、ファームバット・イオを設立した。2014年と2015年にファームボットは、ハッカデー賞を受賞し、2015年には、最終選考にまで到達した。ファームバット・イオは9回の設計修正を経て、2016年7月に、 ファームボットの最初の市販バージョンであるファームボットジェネシスの予約注文を開始した。ファームボットジェネシスは植物の最大の高さが0.5メートルまでとして1.4メートル2.9メートルの面積にジャガイモ、豆、スカッシュ、アーティチョーク、普段層をはじめとする30種類の作物を栽培できる。同じエリア内で同時に 様々な作物を栽培することができ、屋内、屋外、ビニールハウスでも創業することができる。ファームボットジェネシスによる食料生産は、米国の標準的な食料生産よりに酸化炭素、排出量が25%少なく済むと推定されている。ファームボットジェネシスは、種まき、草抜き、水やりなど、収穫前のほぼすべての過程を遂行できる。 それらのプロセスを実行するにあたっては、雨水を集めるための樽や太陽電池パネルと、バッテリーを含むオフグリッドの電力システムからの電源、インターネット接続、そして水道が必要となる。ファームボットジェネシスは、エリアセンサーとインターネットを経由した外部データの双方から、植物の育成年数や気象条件などの要素を考慮したデータを収集することが可能である。 ファームボットジェネシスは、種子挿入器、酸水ノズル、雑草埋め込みツールなど、様々なツールを、ユニバーサルツールマウントに、自動的に取り付けることで、種子の作業を実行できる。ファームボットは、栽培区域内のすべての植物を最初に植えた種子の位置と比較することによって、雑草を識別し、雑草抑制装置を用いて除草することが可能である。ファームボットジェネシスは、 ウェブベースのインターフェースを介して制御され、ほぼすべてのインターネットに対応したデバイスで制御できるため、あらゆる場所からリモートアクセスが可能である。ファームボットは、オープンファームと呼ばれるオンライン作物データベースを用いて、作物を成熟したサイズにするための最適な栽培計画を構築する。そして、機械特有の正確さで実験室の条件に、 合うような栽培計画を実行する。ハードウェアファームボットジェネシスはオープンソースのハードウェアマシンであることもあり、装置構成の再現性と、その入手可能性に重点を置いて設計されている。共通の道具や手順でファームボットは作ることができるため、ファームボットは特定のメーカーに依存していない。ファームボットジェネシスのハードウェアには、 門型と特注の平らな接続プレートからなる3軸の直行ガイドを使用する。このハードウェア構造は、ウォータージェットカッター、プラズマカッター、レーザーカッター、NC 加工、あるいは手動の糸の子そしてドリルといった多くの工具で利用されている構造である。ファームボットジェネシスは、ロータリーエンコーダ付きのネマ17ステッピングモーター、g t ニベルト、オパンビルズ、 V スロットの押し出しとホイールを含むベルトトップルリーのシステムを採用している。ステンレス製のネジ、T ナット、ワッシャ、ベアリング、ドライブシャフト、リードスクリューによって機械部分の耐候性と耐色性を高めて屋外環境での長期運転が可能になる。ファームボットジェネシスの電子基板の構成は ラズベリーパイ3とアルディのメガ2560とデータを記録するためのカメラから構成されている。ユニバーサルツールマウントと他のツールは 3D プリンターで製作されており、一般家庭用レベルの熱用解析双方の 3D プリンター、例えばリープラッペプリンターで作成できるよう設計されている。これは、 時期的に結合された液体化もしくは機体用の2つの電気接続部及びコネクタを備えている。ソフトウェアファームボットジェネシスのソフトウェアはウェブインターフェースを介して動作し、ほとんどのインターネット対応デバイスでマシンを制御できる。ウェブアプリはセンサー計測値、場所、時期に基づく気象条件と土壌を含む環境要因、さらに水、肥料や農薬、 種子の感覚といった栽培に関する様々な入力条件を調整できる。基本操作を組み合わせたり入れ替えたりすることで操作順序を組み立てたり時間割を組み立てたりすることもできる。ソフトウェアはデータのマップ化、リアルタイムロギング、オープンファームデータベース内にあるオープンな植物データを閲覧するといった操作もできる。すべてのソフトウェアは MIT ライセンスのも GitHub で利用可能である。ドキュメンテーションファームボットジェネシスに関するドキュメントは、ハードウェアとソフトウェアのドキュメント、農業データベース、サポートフォーラムから構成されている。ウィキフォーラム、および資料には、組み立て説明書、部品表、トラブルシューティング、過去のバージョンについての資料、および将来の設計計画を含むハードウェアとソフトウェアの資料がある。 オープンファームは作物裁判の手引きやその他の知識に関して共同で築かれた無料データベースである。オープンファームはファームボットの一部として始まったが、後に独自の独立したプロジェクトになった。ありがとうございます。